厳しけ。ここまで来たらもう覚悟を決めるしかない。余計なことは考えるな。ただ目の前のことに集中するんだ。無事に課題をクリアできれば俺も海抜軍の一員だ。昔からの夢にもう少しで手が届く。超能力、念力ならどんな怪異となって渡り合えるはずだ。調子で行こう。よっ、よし。Yeah! Yeah!
で行こう。任務達成。これで入隊適正試験を終了する。全員揃ったな。鳴神隊長、質問よろしいでしょうか。ユイト、そんなかしこまらなくてもいい。海抜軍は絆を重視するため名前で呼び合う慣例がある。みんな見た目と年齢が釣り合ってないしな。階級だってまあ給料の計算のためについてるようなもんだ。海抜軍が重視するのは強さだけだって覚えておきゃいいのさ。ざっくり言えばそういうことだ。で、質問ってのは？あ、はい。あの、まだ渡るが到着してないようですけど。渡るは我が隊のオペレーターだ。本部から指示をくれる。俺の超能力なら半径500キロ程度を目安にシステムの補助なしでテレパシーを送れるってわけ。とはいえ負担が大きいんでグループに入ってもらうぞ。パーソナルポートを開放してくれ。各班の代表はナギ、ユイト、つぐみとする。それぞれ渡の誘導を受けて所定のゴールまで向かえ。途中の会議は全て討伐を試みろ。叶わないと判断した場合逃走を許可するが、ゴールにはたどり着けよ。以上だ。了解。じゃあまた後でな。頑張って。各班情報共有してくれよ。今です。
が効いてる。今の場所が弱点か。畳みかけるぞ。終わりだ。勝手に動き回るんじゃないぞ。ダメージの大きい区域は侵入禁止だ。任せてください。俺そういう空気読むの得意なんで。なんせ俺の超能力は空気操作ですから。調子で行こう。今瞬間的に空気を凍らせたのも俺の超能力です。物資反応は近いね。取りに行く？あ、本部の花壇の水やり。ああ、それなら俺様がやっておきました。この間種まいた鉢から新芽が出てたぜ。よし、かけろ。ナイスリカバリーでしょ。一家一台頼れる影朗君を今後ともよろしく。あ、そういう使い方もできるんだ。ユイトの超能力イケてるよね。こいつで コツを教えましょうか。くそ、あんた。やった。こいつで力を貸してくれ。やっ、敵は燃えてる。
それにしてもすごい場所だな。町が上にあったり下にあったり、子供の頃に行った遊園地の VR みたい。そこはもともと渡月への中継拠点だった衛星都市だ。もっとも5年ぐらい前に怪異の襲撃で都市機能が麻痺しちまってな。この有様だよ。渡月って渡月橋の拠点の町のことですよね。ちょっとカルトっぽい。おっと、カルトなんて言っていいのかな。カゲロウはもともと渡月橋の伝道者で神職だったんだぜ。え、あの人が神職？おーい、聞こえてるぞ。生徒招待のグループトーク使ってるの忘れんなよ。ごめんなさい。まあしゃあないわな、気にするなよ。親が信者だったから自然と神職になっただけで、教えには全く興味ねえし。今じゃ菊千葉がそんな風になっちまって、教団から周防に来る人間もあんまり見かけなくなったけどな。何ですか、あのドローンは。くそ、ジャミングしといたのにもうバレた。隊長、カラスです。もう嗅ぎつけてきたか。気をつけろよみんな。カラス？マスコミ？みんな、カラスが大々的に取り上げてくれるぞ。テンション上げていこうぜ。空にある街のビジョン、投影装置の故障かな。綺麗だけどなんだか怖いね。ああ、なんていうか圧倒されるな。渡月橋の神職って何をするの？おや、ハービちゃんは俺に興味あり？うんうん、全く。単純に疑問を口にしただけ。釣れないね。まあ、単に教えを広めるだけさ。死した魂は月へ帰ろうってね。買わせてもらう。油みたいなものをかけてきやがった。あれを食らうとベッドベッドになるぞ。やっちゃおう。よし、
僕の超能力を使えばこの先に進めそうですよ、ユイト。ルカ頼む。動きよく見る。行くぞ。
訓練生の時から使ってるけど、たまに不安にならない？ブレイントーク、頭の中で考えてる本音まで相手に伝わっちゃうんじゃないかって。大丈夫だろう、テレパシーとは違うんだし。ちなみに俺にも他人の考えてることまでは読み取れないからな。安心していいぜ。倒れたぞ、一気に攻めるんだ。よし、
ぞユイト。ルカ頼む。お願いユイト。これでよし。力を貸そう。まだやれるよな。外角に当たった。こ
攻撃を集中すれば破壊できそうだぞ。こいつで身を守れ。よかった、間に合いましたね。助かったよ、ルカ。攻撃が効いてる。今の場所が弱点か。教えましょうか。一番乗りはユイト班だな。やったね、ユイト。ああ、でもなんか変な音がしないか。ユイト、ナイスだ。近くに怪異の反応がある。いや、待て、こいつは重大怪異だ。隊長、すぐに目的地点に重大怪異出現。重大怪異って過去に海抜軍を殺してる怪異よね。大将、他の班がたどり着くにはもう数分かかる。神兵には厳しい相手だが、持ちこたえろ。来るぞ、ユイト、花火。これしかないな。行くぞ、花火。オッケー、やろう、ユイト。こいつ確かに手強そうだぞ、ハービー。そうだね、工夫して戦わないと。上見て、何かの資材がぶら下がってる。ユイトの念力でドーンってあいつに落としちゃおうよ。よし、任せろ。これでいけそう。
いい相手だからって気負うなよ。視野を広く持て。特にユイト、お前の超能力は周囲の物体を利用するものだ。目の前の敵だけにとらわれるな。はい。俺としたやっそれやったか。ユイト、無事か。お前ら、巻き込まれたくなけりゃ離れてろ。を倒すことができてほっとしました。初陣での初金星、手応えを感じたんじゃありませんか。自分ではうまくお答えできないので隊長にお願いします。セプテントリオンクン7頭の瀬戸鳴神隊員ですね。いかがでしたか、スメラギ超等兵の戦いぶりは。ユイトも花火も見事な戦いぶりでしたよ。スメラギ上等兵が大義のもとに配属されたのは、やはり上層部もスメラギ上等兵を高く評価しているからですか。さあ、そのあたりは上の方に聞いてみてください。みんな、祈祷するぞ。巣王に戻るまでが任務だからな。気を抜くなよ。了解。